こんにちは。こんにちは、永田照治のパワーアップ神奈川です。はい、私は神奈川県議会議員の永田照治です。茅ヶ崎テレビの岩田あかりです。この番組は茅ヶ崎の不動産屋さんティーズエステートよりお送りしております。はい、照治さん、はい、今回もよろしくお願いします。はい、お願いいたします。今回は、はい、神奈川ハイスクール議会についてっていうことなんですけど、はい、要はですね、この神奈川ハイスクール議会っていうのは、神奈川県内に、住んでいるか、神奈川県内の高校に通っている高校生の皆さんに、県議会議員の体験をしてもらうという、なるほど、そういう企画なんですよね。うん、はい、でこれ、例年やっている企画なんですけども、8月の7日、今年はですよ、8月の7日、9日、17日でやると。うんうんうん、で、実際の県議会のこう流れを再現してやるんだけども、1回本会議場に皆さん集まります。うん、そして、はい、8つの委員会に分かれて、うん、これ本当の県議会と同じ数なんだけど、多少ちょっとね委員会名が違ったりするところもあるんだけど、本当の県議会も8つの委員会に分かれ、分かれていて、うんうん、同じように8つの委員会に分かれて、そこでいろいろ議論をしてもらって、はい、で 最終的に、本会議場にまたこれ3日目になると思うんだけど戻ってきて、知事に対する政策提言をまとめるというね、すごい、そういう体験をしてもらうという。なかなかですね。そうなんですよね。で、県議会議員の体験をしてもらうとともに、いろいろこう政策をね、うん、みんなで8つに分かれると1つの委員会が13人になるのかな。13人で例えば厚生医療福祉の委員会でそういうテーマをこうまとめてもらって、はい、あと建設企業であれば県内のインフラの整備について提言してもらうとか、そういうのをまた最終的にまとめて知事に高校生の皆さんが作り上げた実際政策提言をこう、ま、なんていうかこう提言する、いい企画ですよね。でこれすごいですね。青年会議所、はい、JC ってね言ったりしますけども、うん、青年会議所が主催で、はい、神奈川県と神奈川県教育委員会と神奈川県議会が、共催で、講演として神奈川県ケーブルテレビ協議会と、タウンニュースさんが講演をしているということなんですよね。でこれが県内のケーブルテレビで流れるらしいです。その模様が。まあね、講演してくれてるからそれが流れるわけですよね。だから自分の姿をこう録画してみたりとか、そういう楽しみもあるのかなというふうに思いますよね。この3日間を全部出てってことなんですね。うん、3日間全部出られる方ということで、夏休み期間中だから皆さん ね可能ですよね。可能ですね。まあ、月曜日、はい、水曜日、木曜日ですけど、はい、で定員も本当の神奈川県議会と同じ105人ということで、うん、そこまで合わせて、はいはい、でこれ、まあ、定員超えちゃった場合は抽選になるそうです。はい、締め切りが一応月末の6月30日になっているということなので、はい、ぜひ面白そうだなと思った、はい、ですよね、高校生の皆さん参加してもらいたいと思いますし、はい、あとこう周りの人で、うんうん、その高校生の、うん、まあ、お子さんがいたりとか、はい、高校生知ってるよ、近所のあの子ちょっと教えてあげようかななんていうことで、自分は参加できないんだけど高校生の子にちょっとこういうの面白いんじゃないって教えてもらえるといいかなと思うんですよね。はい、で申し込みはね、こちらの方から、はい、申し込みができるのでということになっているので、はい、ぜひいい体験をねしてもらいたいと思います。ちょっと緊張しますね。ですよね、きっとね。本格的な感じで。そうで、私も青年会議所の OB でもあるんで、会議の冒頭とか、うん、ちょっと顔出したりすることになってるんで、はい、ぜひ参加して。ちなみにですね、うん、
この4年間私の本当の県議会での本会議場での議席は20番の議席になってまして、じゃあ20番の、ね、議席に座ってくれるのは誰かなっていうのも楽しみにしてますので、はい、あ、ぜひぜひ、まあ、たくさん応募してもらえると嬉しいなと思います。待ちしてます、はい、ということで、はい、今回は神奈川ハイスクール議会を紹介させていただきました。はい、はい、じゃあまた見てもらえると嬉しいです。それではさよなら。